よう、どうしたの心。おしゃべりしよう。お前もしかしてメイクしてんのか。オイラもフェイスペイントならやったことあるぞ。フェイスペイントとメイクを一緒にするな。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年8月31日、木曜日の午後0時27分です。そして、今日は住民のモニカさんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。8月最終日。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ということで今回もやっていきたいと思います。若干風があるねモニカの誕生日か。何持ってこっか。一応今ラッピングペーパーここにあるんよね。タピオカ抹茶ミルクでいい？いやこういうの好きそうやん包もうかな。よし。いやなんかあれよね、今時の女の子って感じやけんタピオカ今時ではないかもしれんけど若干古いかもしれんけど、まあ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 。おいいね。わあ、タイの誕生日をお祝いしてきてくれたの。レインコートでお邪魔します。いいね、パリピな二人って感じ。あたい今日が来るのを指折り数えて待ってたんだ。だって楽しいことしか思いつかないもん。やっぱ誕生日といえばバースデーケーキも食べられるし、プレゼントだってもらえるし。あ、もしかしてあゆのちゃんもプレゼントを持ってきてくれたの。あは、そうそう、持ってきたよ。ついさっき包んだばかりの。はい、中は何が入ってるんだろう。超ドキドキしちゃう。早速開けさせてもらおうっと。あ、パスカ、これってタピオカマッチミルクだよね。パスカ、これを選んでくれるなんて全然想像してなかったよ。あは、まあね、そんなの包んでくると思わんよね。与えるためにどうもありがとう。これからも仲良くしてね。あは、もちろん仲良くしますよ。今日は超幸せな一日だよ。お誕生日ってやっぱ最高だね。あは、いや誕生日ね、年取ることはあれですけど、誕生日自体はいくつになっても好きです今日はモニカが主役の誕生日だ。ダチのうちらで目いっぱい盛り上げていこうじゃないか。だってね、モニカが嬉しそうにしてるとなんだかこっちまでにやきしまうよ。なんかここの二人はすごく、なんだろうな、気が合いそうな感じすごくするね、周りから見ててもすごくする。性格合いそうな感じ。あたや甘いものに目がないの。あー、バースデーケーキが早く食べたい。あ、食べていいよ、食べていいよ、食べな。やっぱこういうのさ、途中で訪ねてくる住民がいてもいいと思うよね。ね、でプレゼント渡しよるとことか見たいんやけど。バースデーパーティー楽しんでるかい。モニカにも喜んでもらえたし、頑張って準備した甲斐があったよ。ハンナちゃん一人で用意したのこれすごいね。うちのバースデーパーティーもこれぐらい盛り上がればいいんだけどね。きっとモニカが来てくれるよ。すごい浮かれたサングラスかけてるね、ハンナちゃんいいと思う。ケーキ食べな食べな。こうやってダチの新しい一年の門出を祝福できるってのは嬉しいもんだね。モニカもこのパーティーを楽しんでくれてるみたいだし、よかったよ。だってね、きっとハンナちゃんのも盛大にお祝いしてくれるよ。アイラちゃん、今日はお祝いしに来てくれて本当にありがとう。あたい嬉しすぎてさっきから胸がいっぱいだよ。あは、よかったよかった。今日はあたいのバースデーお祝いしに駆けつけてくれてどうもありがとう。プレゼントも選んでくれてすっごく嬉しかったよ。また一緒に遊ぼうね。あは、ぜひぜひ。さあ、ということで、次誕生日来るのは誰なんかな。来月も誰かおったと思うんよね、誕生日が。ちょいと誰だったか忘れたんだけども。よう、あゆのちゃんか、久しぶりの心。なんかしばらく会わない間に体が締まってないか。さてはお前、オイラに内緒でトレーニングしてたんだろう。そう、抜けがけはずるいぞ。君も今からトレーニングかい。よう、どうしたの心。おしゃべりしよう。お前もしかしてメイクしてんのか。オイラもフェイスペイントならやったことあるぞ。フェイスペイントとメイクを一緒にするなでも鏡を見ながら自分で描くとどうしても左右が逆になってうまく描けないんだよな、の心。
なるほどね。フェイスペイントすごいよね、なんか。うん、いいね、アイス食べてんの。なんだかお久しぶりですね。お元気でしたか？シャツにつけないようにね、めっちゃ白いの着てるけど。お話ししたいことがあったんですけど、何だったかしら。日にちが経っちゃったんで忘れちゃいました、よ。ごめんね。どうされましたか、よ。話しに来たよ。今日は琴乃さんがいらっしゃってるみたいです。あ、マジで？じゃあまたちょっとコーディネートを。ちょっと自信はないんですけど、私もコーディネートを見てもらおうかしら、よ。いいと思う。今すごくおしゃれな感じやし、なんか全体的に真っ白やけど。なんだ、みんなアイス食う。え、君はスタバかい？鉄。何眺めてんだ、虫か？いいね、いいね。え、しかもダブルやん。ここすっごく座り心地がいいんだ。今日からヒュージ専用の場所にしちゃおうかな、だぞ。やめてよ、みんなの場所だよ。ねえ、何やってんの？ここ見えないんだよね。ん？でも今のは木から旅立ってったよね。ねえ、見えないんだって。なんもおらんやん。怖いな。おめえと話すのは、一体いつぶりだ？ずっと思い出せないくらい、俺たち口聞いてねえよな。ビビって声かけづれえなら、遠慮なんていらねえぞ。別に噛みついたりしねえからよってか。噛みつくんじゃなくて、つつかれそう。おめえか、どうしたってか。世間話でも。なあ、あゆな、おめえ、たぬき力もらったスマホ、ちゃんと使ってるか？まあ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 。俺のおすすめアプリはカメラだぜ。特にポップだの、モノクロだの、ポップじゃないわ。ポップね。ポップ。ポップだの、モノクロだのって、いろいろ変えられるのが面白いんだよな。この間、アンティークで撮ってみたら、俺のじいさんの若い頃とそっくりでよ。やっぱ似てんだって気づかされたぜ、ってか。いやー、ちょうど昨日さ、店で、古いポップを外して生きよるところやったんよね。イントネーションがそっちになってしまった。あら、皆さん、こんにちは。今日もデザイナー修行のためお邪魔させてもらってます。どうぞどうぞ。よければまたいつものようにコーディネートを見せてほしいんです。今回見せてほしいのは、デイリーコーデです。おぉ。普段からいつも着ているようなスタンダードなコーディネートに着替えて見せてください。毎日着るものですから、着回しの効くシンプルでおしゃれな服装ができたらいいそうですね。参考用として、デイリーのイメージな服をお渡ししておきますね。ふんふん。リボンショルダーキャミです。私の中ではこれがデイリーのイメージなんですが、どうぞ、アイナさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。私はここにおりますんで、よろしくお願いします。じゃあ、ここからプラスしていくか。リボンショルダーキャミ。かわいい。夏って感じね。どこがどう？リボンショルダー。あ、ほんとやほんとや。この肩の部分にリボンが2つついてた。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。来ました来ました。試着室を使いたいのね。どうぞ。あざす。ここに、どうしよっかな、明日。でも、ズボンの方がいいと思うよね。スカート。いやー、なんかちょっとね、縦に間延びする感じになる気がするんよね。やっぱここはさっきの、これで全然。カンカン帽。小さなカンカン帽。いや、それはちょっと違うな。カンカン帽。でも、この辺持っとった気がするよね。この辺はアクアサンダル。黄色がいい。持ってるか持ってないか。見えるようにしてくれよ。ずっと言ってるけども。その機能をくれよ。これかな。買っちゃいます。このまま。サンダル買っただけなんですけど。あら、素敵やよ。おきに。もともと身につけてたものは、お家の収納に送っておくわね。
あざす。おおきに、またどうぞ。よし、じゃあここにおそらく家にあるであろうカンカン棒を組み合わせるか。髪型どうしようかな。このまんま？でも夏っぽいよね。さーて、ケイトさん、ケイトさん、こんな感じの格好にしてみました。とりあえず帽子と、あ、そうよ、あれよ、来月誕生日なの、ビアンカだ。そうだそうだ、あれアイスに変わってる。みんなが羨ましくなったか。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネートもう見せてもらっていいかしら。 OK、 ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん、なるほど。どう、まあこんなに完璧なコーディネーターは見たことがありません。身につけてやられても一つ一つがデイリーというイメージを形作っていて素晴らしいです。ほんまにアイラさんは抜群のセンスをお持ちですね。さすがです。おおきに。お礼の仕立てやクーポンは後でお家に送っておきますね。ぜひ今度使ってください。あとこれもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。ありがとう。ケイトのワンピースです。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。できたばかりの新作なんですよ。今後下手屋に並ぶようになると思うのでよかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来るときもよろしくお願いしますね。あざす。これかケイトのワンピース、イエーイ、おしゃれ。でもこれにはちょっと帽子が合わねえな。いいね、このワンピースめっちゃかわいい。あれどこ行ったんだい。いたいた、すごいなんかお出かけする格好してる、かわいい。あら、皆さんご機嫌いかが。素敵ね。素敵なのは君じゃないか。話しに来たよ。島の暮らしは時の流れがゆったりなようで、ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が終わっちゃうわ。素敵ね。それで今計画を立てて散歩中。いいね、なんか島に来た観光客って感じがすごくするよ。住んでるはずなんだけども。いやー、なんかあれだな、ビアンカさんの方がすごいコーディネートがおしゃれなんですが。ショック。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれよね、服とかさ、なんかもちろんマイデザインを作れるわけやけん、同じようなのを自分で作ればいいんやろうけど、普通に既存の服とかの色を変えれるようになればいいのにね。上と下とかでも変えれたらいいのにな、ワンピース。